皆さんこんにちは、伊藤フロイスです。本日は高松城をと思ったのですが、少し夜になってしまい、門が閉まっていて中に入れませんでした。すいません。なので軽く紹介させていただきたいと思います。高松城は豊臣秀吉の四国制圧の後、生駒知駒さんによって築かれた城です。現在見られる遺構は、江戸初期に徳川光圀の兄で常陸国から12万石で高松に移封された松平義重によって改修されたものです。日本三大水城の筆頭で、高松城の天守は小倉城や岩国城の天守のように空造りでしたが、明治17年に老朽化により解体されたため現存していません。現在は三重櫓や門など一部の建物と一部の石垣、堀が現存し、城跡は玉藻公園として整備されています。JR 高松駅から徒歩5分ぐらいなので、もし行かれた際はぜひ足を運んでみてください。ありがとうございました。